交差点で車2台とバイクが絡む事故です。バイクに乗っていた女性が死亡しています。事故が起きたのは新宮町下野府の信号がない交差点です。横たわるバイクのそばには割れたヘルメットが転がっています。警察や消防によりますと、正午前、軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突しました。バイクを運転していた近くに住む倉地のり子さんが衝突の弾みで飛ばされ、対向車に轢かれたということです。倉地さんは全身を強く打ち、運ばれた病院で死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた女性は軽傷で、対向車の男性に怪我はありませんでした。軽乗用車の走行車線には一時停止線がありましたが、運転していた女性は警察の調べに、一時停止をしなかったと話しているということです。